カエノラブディティスエレガンス。カエノラブディティスエレガンスは、線形動物門総線高感染中はこう、感染中目感染中下に属する線中の一種。実験材料として、非常に優れた性質を持つことから、モデル生物として広く利用されている。多細胞生物として、最初に全ゲノム配列が解読された生物でもある。通常は、C エレガンスと呼ばれるため、 本校も以下はこの名称で述べる。体長約1ミリメートルで透明な体を持つ。多くの線中型生物に寄生することが知られるが、線形動物門に占める割合としては、大半の種は寄生生活ではなく、本種も自由生活性である。土壌に生息し細菌類を食べる。実験室では、寒天場地上に生やした大腸菌を餌として飼育される。 ただし、その生息地には謎がある。本種を記載したフランスの動物学者エミール・マウパスは本種を二度採集しており、それはいずれもアルジェ空港近辺の腐食度からと記している。ところが、によると、彼らが世界中の野外の土壌サンプルを相手にした範囲では本種が採集されたことは一度もないという。その代わり、人為的に作られた対肥からは、 比較的よく採集される。死有動体成虫の体細胞は959個、オスでは1031個。神経、筋肉、消化管、表皮、生殖層といった組織、器官を持つ。肺は約14時間で孵化し、幼虫は、口倶楽層の脱皮を4回繰り返し成虫にいる。体の半分以上の体積を占める、生殖系列細胞は1000個を超えることもある。 神経細胞はわずか302個で、頭部の神経管と呼ばれる部位に多数集まり脳に相当する領域を形作っている。これだけの細胞で、物理刺激に対する回避運動や、化学物質、塩化ナトリウムなど、や温度と餌を関連づけた学習や、ベンズアルデヒドなどの有因性起発性物質に対する順脳などの行動を示す。また、個々の神経が、 どの細胞とシナプスもしくはギャップジャンクションを形成しているかが、透過型電子顕微鏡の連続切片像から完全に再構築されていることや、レーザーを照射して特定の神経細胞を破壊する実験などから、どの神経細胞がどのような行動に関わるかもある程度わかっている。性染色体による性決定は XO 型である。 XX の個体は死有動体になり、XO の個体はオスになる。死有動体は幼虫期に300個弱の精子を作り、成虫期になると卵形成し、貯めておいた精子を使って自家受精を行う。1個体が散乱する子孫は300匹弱。このことは実験上、遺伝的な背景を均一にすることに役立つ。一方、オスは、 約0.1%の割合で現れる。これと、私有動体とを交配させることも可能。モデル生物としての歴史は1960年代に始まる。当時シドニー・ブレナーは、発生過程と神経系の問題が、今後の生物学で重要な分野になると考えた。分子生物学の成功には、大腸菌などのモデル生物、取り扱いやすく、 大量に培養可能で遺伝学や生科学的手法が使えるという性質を持っているを使ったことが大きく関与していると考えた。彼、同様の特徴を持つ多細胞生物としてをモデル生物とすることを提案した。当初禁煙種のも候補に挙げられていたが、ブレナーの好みでになったとされる。それ以前の発生生物学上のモデル生物としては、 古典的な発生学以来のウニやイモリ、文化の過程に関しては、細胞性粘菌、黄色玉ホコリカビがよく使われたが、前者はその体が大きく複雑に過ぎ、後者では、体の構造がないに等しく、多細胞動物とは比較できない。そのため、後世動物でありながら、体が小さく細胞数が少なく、しかも培養がたやすいものが必要であり、はこれらの条件によく合っている。 現在ではシーノーラブディティス・ジェネティクスセンターに登録される研究室は400を超える。1990年にヒトゲノム計画のモデル系として全ゲノム配列の決定が3年間のパイロットプロジェクトとして開始された。これはアメリカ国立衛生研究所と MRC 分子、生物学研究所の資金提供によるのである。1994年の資金追加を経て、 1998年に多細胞生物として初めて97メガビットの塩基配列読み取りが完了した。その結果、6本の染色体上に約19000個の遺伝子の存在が予測された。また、日本鎖の RNA を導入すると、それと相同の配列を持つ遺伝子の発現が抑制されるというないと呼ばれる遺伝子抑制手法が 初めて確立された生物でもある。1998年にアンドリュー・ファイアーらにより報告されたこの現象はセルナの発見へとつながり、現在遺伝子治療で最も期待される手法の一つとなっている。ないという現象を発見した成果に対し、ファイアーとクレーグ・メローは2006年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。2015年に 九州大学の研究グループは、を使って、被験者の尿の匂いを利用して早期活行制度の、眼検診に成功したことを発表した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。